さあそれではお待たせいたしました、映画リベンジガール初日舞台挨拶を行ってまいりましょう。監督キャストの登場です。盛大に拍手でお迎えください。ご紹介してまいります。桐谷美玲さん、鈴木信之さん、清原翔さん、馬場文香さん、竹内愛沙さん、斉藤由貴さん、そして三木浩一郎監督です。本日は全国的に皆さんと一緒に初日舞台挨拶をお祝いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあそれでは早速初日を迎えた今のお気持ちを踏まえまして皆さんからご挨拶をいただきます。まずはこの方から参りましょう。はじめに東大卒元ミスキャンパスイケメン彼氏持ち性格がパーフェクトな痛いような宝石に興味しました桐谷美玲さんです。皆さん朝早くからこんなにたくさん集まっていただきましてありがとうございます。宝石美希を演じました桐谷美玲です。今日初日を迎えたということで撮影してからこの初日までが本当に短いタイトな期間でギュッとやったんですけどその分すごく思い出に残る印象に残る作品になりました。今日楽しんでいただけたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。桐谷さん今日衣装がすごい素敵なんですがその色を見るともしあのなんかクリスマス的な。そうですねやっぱりクリスマス近いのでこの赤ということでまた初日なのでねちょっと華やかにしようかなと思ってこの衣装にしました。皆さん可愛いですよね。はい、ありがとうございます。では続きましてご挨拶をいただきます。一直線に突き進む幹を支えるクールな成熟スタッフ門脇俊哉役になります。鈴木信之さんです。皆さんおはようございます。初日迎えられて本当に嬉しいです。こんな朝早くから一番後ろまで本当に来ていただいてありがとうございます。ただ今日めちゃめちゃ寒いですね。劇場入りしてくるときにもうすごく寒くて打ち合わせみんなで裏でしてたんですけどもあまりの寒さにもう俺とキヨがずっとガクガクブルブル震えながら打ち合わせをしながらやらせてもらいましたけど今日男性陣3人ともちょっと髪型が似てるんですよね。パーマ系ですね。初日そうパーマ系男子3人で合わせてきてもう初日なんで今日は短い時間ですけどもよろしくお願いします。続きまして、ミキの元彼で政治家一家のサラブレッド、斉藤博正役になります、清原翔さんです。おはようございます、清原翔です。はい。本当に皆さんに見てもらえるのを楽しみにして、今まで PR というか、イベントというか、させていただきました。たくさんの人に見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。続きまして愛されテクニックをミキに伝授する女子力満載がある中手川真理子役になります、馬場文香さんです。皆様おはようございます。馬場文香です。本日、初日を迎えられたということで本当にこれから皆さんにこの映画を見ていただけるのをすごく嬉しく思っています。本日はよろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きましてミキの心強い味方妹宝石美咲役になります、竹内愛沙さんです。皆さんおはようございます。宝石美咲役を演じました竹内愛沙です。今日はお越しいただきありがとうございます。最初の私の出演する初めてのリベンジガールが映画がいよいよ今日公開になったということですごく緊張していますが
今日このような形で皆さんと公開日を迎えられてすごく嬉しいです。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。どうもありがとうございます。続きまして、敏腕政治秘書如月奈美子を演じられました斉藤由貴さんです。皆さんおはようございます。斉藤由貴です。この作品が、撮影されてから公開までものすごく多分間がなかったので、制作の皆さんは、今日までたどり着くのが大変だったのではないかなと思いますけれども、本当にとても素敵な作品で、現場がとても素敵な雰囲気だったので、その中でご一緒できたのはとても感謝しています。で何より桐谷さんを見ているのが眼福でした。あと敏腕政治秘書という役ですので、なんかそういうの私はキャラクター的にはちょっと程遠い感じが自分ではすごくするので、どちらかというと如月奈子というすごく素敵な役名をいただきましたので、そちらの方を自分の念頭に置いて凪のようにというふうに桐谷さんを美希さん、宝石美希さんを、育てていくということをいつも心に念じながら撮影に役柄に臨んでおりました。今日はぜひ楽しんでいってください。どうもありがとうございました。そしてとってもですね、素敵な映画を作り上げました監督です。三木浩一郎監督です。クリスマスですね。この時期クリスマスとかっていう時期はなんとなくこう大切な方と過ごす時間が多くなってくるという時の公開ということを聞いて、大切な人と見てもらっていい思い出を作ってもらいたいなという思いで、頑張ってここのいるメンバーと頑張って作り上げた作品です。皆さん、まだご覧になってないと思いますけれども、ぜひこのクリスマスにこの作品を楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。では次の皆さん、ここからフラッシュなしに切り替えてください。